指名じゃない。え、でもさ、メアマジで、ヨースター案件なくない？ない。え、ブルアカも嫌われてんだよな。マジ？いや、でもなんか不思議やね。メアの周りの人みんな案件もらってんのにね。メアもらってないよ。ね、なんか私だけ綺麗にくり抜かれて省かれてんだよな。いや、でも心当たりありまくるからちょっとわかんないけどね、もう。え？ある？心当たり。もうめっちゃいっぱいあるからね。え？どうだろうね。え、私ないけどね。あ、ないね。そうだね。おかしい。どうしてでしょうか、ヨースターさん。うん。神楽メアね、結構仕事ちゃんと真面目にやる子です、ね。かわいい。あ、かわいいだけが取り柄なんですけどね。それはまず、でも、仕事でね、ちゃんとめっちゃ真面目にやるし、あの、コラボ遅刻することもないですし。うん、そう。ね。早く呼んでください。そうよ、取れ高を必ず。受け入れてください。取れ高必ず作る、ちゃんと子ですし、おすすめですよ。神楽メア。私、それより何より、うん。このジャンツマの、うん、お問い合わせが一向に返事来ないのだけが、すごく、なんか、こう、心残りですけど。これ載せていいの？この画像。あ、これ自動返信だからいいよ。あ、いいの？じゃあ載せるわ。うん、神楽メアさんがですね、あの、ジャンタマにどうしても肉球が欲しいということで、ジャンタマのね、ウェブサイトから、わざわざお問い合わせのメッセージを送ったそうなんですよ。肉球くださいと一言ね。これをね、送ったと。で、送って来た返事がこの自動返信で、ずっと待ってるんですよ、この返自動返信の後の返信を。なるほど、ね。ほら、だって、順次確認し、回答するって言ってるんですよ。確かにね。確認してくれてるのかと、不安ということで。そうですよ。だって、これ来たの、いつだよっていう話なんですよ。3月、3月の3日ですよ、これ来たの。私のお誕生日の日ですね。あ、お誕生日の日に問い合わせたんです、私。はい。なるほどね。これね、なんか、ジャンプマの担当の方、私のなんか、お誕生日の企画、イベントとかも見てくださってたみたいで。わそういう暇はある、ね。それ見る暇あんのよ、見ろよ、これ。おいしいね。暇あんのよ、見ろよ。なんかね、たまきちゃんとね、うん、うん、なんか肉球をつける、つけた、つか欲しいって話をしてて。うん。で、たまきちゃんが、なんか、こう言ったらくれるみたいな。そうだよね。で、なんか、お問い合わせフォームからいいねよみたいな。で、これなんか、お問い合わせフォームでついてる人は外すこともできるみたいな。へぇ、うん。そう。外すことができるんだったら、つけることもできるだろうっていうことで。まあ、そうね。うん、お問い合わせしたんだけど、なんも来ない。おかしいね。うん。なんで？ジャンタマさん、見てませんか今。お願いしますよ、カグラメアに。いくらでも寝れるのに、私。できます、うちの子。いくらでも寝ますよ、ね、私。体ならいくらでも寝ろって言うんだったら、何千回でも寝ます。何千回もですか。うん。何百回も寝ます。それはなかなかの覚悟だわ。でもこんなこと言ったらさ、ジャンタマ、カグラメアの体目当てで肉球渡したとか思われるから、余計ダメなんじゃないか。本当だ。よくない。余計あげられないってなるんじゃないか。うん、なんだこれ、みんなトイトイゲームやるんで、トイ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 か、早くください、早くください。